気泡化したアルミニウム発泡金属とはガスによる小さな空間を多量に有する金属のセル状の構造物。気泡はそれぞれ独立しているものもあればお互いにつながっているものもある。発泡金属の特徴は気候を大量に保有していることであり、大抵その75から95%が空洞である。気泡化した金属の強度はその密度とべき上足である。 つまり、密度が20%の個体は、密度が10%の個体の2倍以上の強度を持つ。発泡金属は大抵その原料の物性を保有する。不可燃金属から作られたものは燃えず、通常元の金属に戻すことが可能である。熱伝導率は低下するが、熱膨張率は変わらない。連続気泡体の発泡金属連続気泡体である、発泡金属は、 通常、連続気泡体である発泡ポリウレタンのような構造であり、熱交換器、エネルギーの吸収、液体の拡散防止、軽量のレンズに利用される。原価が高いため、大抵は航空宇宙や製造の分野で利用される。肉眼では見えないほど小さな気泡を有する連続気泡体は、化学産業で高温フィルターとして利用される。発泡金属は、 現在、圧力の低下を犠牲にして、熱交換の効率を高めるため、小型熱交換器の分野で利用される。実質的に、熱交換器のサイズを小さくすることは可能で、製造コストも低く抑えることができる。製造するためには、周期的構造や、平均的な挙手的特性を使用する。単独気泡体である、発泡金属は、 1926年メラーによってフランスで特許が取得された。これは気泡を作るため軽い金属に対し不活性ガスを注入したり、それを膨らませたりする。その後、ベンジャミン・ソスニクがスポンジ状の金属に対する二つの特許を1948年と1951年に取得。これは水銀の蒸気で液体アルミニウムを膨らませるというものだった。 単独気泡体の発泡金属は1956年頃から、病クステン研究所のジョニシー・エリオットによって発達した。最初の試作品は50年代に完成したものの、商品となるものは90年代に日本の新興光線工業株式会社によって開発された。発泡金属は通常ガスや発泡剤を溶けた金属に注入することにより作られる。 溶けた金属の泡を安定させるため、高温の発泡剤が必要となる。気候の大きさは、通常1から8ミリメートル。単独気泡体の発泡金属は元来、自転車用ヘルメットに使われる発泡ポリマーのような、衝撃吸収剤として利用された。多くの発泡ポリマーとは違い、発泡金属は、衝撃の後、元の形に戻らないため一度しか利用することが、 できない。発泡金属は軽く、通常元となる金属の10%から25%の密度しかない。また、発泡金属は硬く曲がりにくいため、よく構造材料に使うよう提案される。しかしながらこの目的には、まだ一般的には使われていない。単独気泡体は、防火性があり、再利用が可能である。また、水に浮くという特性も持っている。 発泡金属は動物への義手の実験としても使われ始めている。この際、骨にドリルで穴を開け、成長した骨が挿入された発泡金属の中に入ることにより永続的につながる。成形外科ではタンタルとチタンによって作られた発泡金属が使われる。これは強度が高く、サビにも強く、生体組織にも馴染みやすいからである。 最も有名な例は、ロバート・テイラー博士によって行われた、シベリアン・ハスキーのトライアンフであろう。トライアンフの後ろ足は、両方ともが、発泡金属でできた義足である。哺乳類での臨床研究で、チタンの発泡金属のような穴の多い金属は、血管系がその穴の中を通ることを証明した。より最近、成形外科装置の製造企業は、 理想とするオッセオインテグレーションを実現するため、気候構造や発泡金属コーティングを使用した装置を作り始めた。発泡金属は、現在自動車への新たな素材として注目されている。主な目的は、騒音軽減、軽量化、そして、事故時の衝撃の吸収力の向上である。軍事での応用としては、即席爆発装置の衝撃への耐久力向上である。 現在注目されている発泡金属は密度の低さからアルミニウムとその合金である。また、これらの発泡金属は合成も耐火性も高く、有害ガスを出すこともなく、再利用も可能で、高能力な衝撃吸収、低い熱伝導率、低い同時性、そして騒音軽減に効果的である。発泡金属を自動車の空洞部分に入れることにより、 事故や騒音を引き起こす振動への弱点を軽減することができる。これらの発泡金属は他の空洞部分と比較し、粉末夜勤により製造コストが安い。自動車に使われる発泡ポリマーと比較し、発泡金属は硬く、強く、衝撃吸収力も高い。耐火性も高く、紫外線、湿度、気温の変化に対しても強い。しかしながら、重く、 値段が高く断熱性がない。発泡金属の技術は自動車の排気ガスの対処法としても応用されている。従来のコーディアライトセラミックを基質に使った触媒コンバーターと比べ、発泡金属基質はより良い熱伝導率とより少ないプラチナ触媒を使用する可能性を秘めた物質移行特性を示している。ありがとうございます。